はい、皆さんこんにちは。こちらの iPad や第5世代は使い始めて丸々1週間ね、使ったことになります。で、まあ実際にね、1週間使ってみてどうだったかというところ、まあこれあえてね、一番安い 64GB のストレージのものをね、選んでますんで、まあそのあたりもね含めて、まあ使い心地どうだったかというところをね、まあ再度レビューしていきたいと思っています。はい、ということでね、こちら iPad Air 第5世代、まあ1週間ね、こればかり使ってきたことになりますけども、まあ一言で言うとね、普通に生活に馴染んだという感じで、まあサクサク快適な iPad だなというね、印象ですよね。で、まあ細かい仕様についてはね、iPad によって違うわけですけども、ただ私の場合にはですね、iPad mini と iPad Pro、まあ両方使っていたんでね、直前まで。なんで、まあ非常に馴染むのは早かったなというところで、まあ例えばですね、タッチ ID なんかについてはね、これ iPad mini で使っていましたから、まあそれについてはもうね、全然慣れているというところで、まあなんでまあ使ってる感じとしては、大きくなった iPad mini みたいなね、イメージもあったりしますし、まああとはね、この大きさについては iPad Pro で11インチずっと使ってきてるんで、まあこれボディサイズね、同じなんでね、まあそれについても違和感なく使って、まあ入り込めたというね感じで、まあそこにサクサク感が加わった処理性能ということでですね、まあそれがまあ今回ね、搭載した M1 チップという iPad Pro と同じものっていうのがまあね、一つのポイントにはなってるんでしょうかね。まあそれだけにね、価格次第で人気機種にもなりうると、まあ使ってみてね、つくづく思うわけですけども、まあ今回はスタート価格が 64GB でね、 74,800円からということ、そして 256GB についてはね、まあ9万円を超えてくるお値段になってしまっているわけですね。ただこれはアップルのせいっていうよりはですね、アップル自身はアメリカではね、値上げをしない599ドルスタートとなっていますからね。まあ、日本の価格についてはやはりドル円の為替相場ですね。こちらが5月昨年の iPad Pro が出たあたりではね、109円108円ぐらいだったのが、まあ今ね122円ってことで、でざくっと一番安いやつ計算すると、まあ、アップルの、まあ、社内の為替レートは1ドル124円ぐらいなんですよね。で、iPad Pro の時には日本の価格設定が、まあ、大体ざくっと118円から119円ぐらいでしたから、1ドルあたりね、5円変わってきちゃっているということで、まあ、それもあって 256GB での比較の場合には、Pro との価格差がね、あまりなくなってしまったという感じなんですけども、まあ、むしろね、この iPad Pro をね、値上げしないでいるってことを、まあ、評価した方がいいのかもしれないですよね。だから、まあ、今後どうなるかわかんないっていうのもね、Pro の方もありますかね。はい、で今回ね、 iPad Pro にはない 64GB のストレージのものをね、わざわざ買っていますけども、で、まあ、この1週間ね、 iPad ストレージ見守ってきましたが、1週間通してだいたい50から 55GB ぐらいで推移していましたね。まあそういうのもあってね、まあ余裕が10ギガぐらいかなというところで、まあ積極的になんかね、写真をバンバン撮ったりとか、まあしなかったりとかね。あとは Apple Music のダウンロードなんかも、まああえてね、やらないでストリーミングでの運用が中心になっていたという感じです。で、当然 iCloud 写真についてはね、iPad のストレージを最適化というのをオンにしているんで、まあオリジナルはダウンロードされないような運用になっていますよね。で、まあその場合ですね、例えばこの動画なんかだとね、ちょっとね、時間がかかるんですよね、再生されるまでに。まあ、これについては、iCloud 上にあるものをね、ダウンロードしてからの再生になるので、まあ、当然なんですけども、まあ、例えばね、これ、テザリングでね、モバイル通信、iPhone のを使った場合なんかだと、まあ、それもまあもうちょっと時間がかかったりするのかなってことで、まあ、これがまあ外出先ではね、まあ、通信速度によってはまあちょっとね、滞ったりすることはね、可能性としてはね、あるのかなってとこですけど、ただなんかね、この意外と最近ってこの反応良くなったなってことで、なんか以前に比べてこのあたりはね、割とサクッとね、ダウンロードしてる感じはありますかね。で、さらにね、先ほど再チェックをしたところ、なんか使用済みのストレージが 39.6GB に減ってましてね、で、見るとなんか iPadOS の分がちょっと減ったような感じになってるんですけど、まあこの辺はね、結構こう賢くなっててね、いろいろバックグラウンドでね、調整をしてくれてるみたいっていうのはね、あるんで、
なんかもともと iPad mini のこれ 256GB で 74GB とか使ってるやつからのね移行だったんですけどね。でまあそっから移行しても最初はねダウンロードされないんでね、ポッドキャストとかね、あるいはミュージックの分とかね、まあ、そのあたりがまあ削除されて64でもね収まっているという感じのようですけども、まあ自分の方でねやったのは意外とゲームって重いので、ゲームで使ってないやつなんかは削除したりしましたよね。でゲームは意外とねアプリ自体が重くてね、このレースのなんか 4GB とかね、太鼓の達人 2GB とかあったりするんで、まあこれで使ってないやつ削除すると、まあ意外とね減っていく分はね大きいのかなってところで、まあその回あってか今現在は 39.3GB ってなっていて、まあ約 25GB ぐらい余裕があるという感じなんでね。なんで例えばね、これ旅行とか外出先で動画を通信なしで見たい場合にはですね、まあ、これプライムビデオでね、画質最高でもこれ30分で150メガないですからね、まあ、仮に10時間分入れても3ギガ弱ということで、だからまあこういう運用もまあ可能は可能ってことはね分かるかと思います。まあ意外とねいけるなというね印象ですね。はい、であとはねプロと比べた削ぎ落とし部分については、まあカメラっていうのはね一番大きいのかなとは思うんですけども、まあ、ただまあ一般的にはね、iPad にそんなにカメラの高性能を求める人が少ないっていうのもあって、まあ、この一つのレンズっていうのはね十分いいんですけど、ただまあフラッシュのあるなしっていうのはありましてね、まあ、人によってフラッシュっていうのは、まあ、例えば暗い場所で撮影するときにはね、必要になってきますけど、まあ、ただまあそこはね、iPhone も使っていれば、まあそっちで代用して転送したりっていう使い方もね、なしではないというところはあります。で、レンズについては超広角っていうのとね、あとはライダーセンサーっていうのが、まああるなしというポイントはありますけども、まあ、ただまあ超広角はね、この iPhone では結構私使う機会多くてね、楽しんでますが、iPad では正直あんまりなくてね、あとはライダーセンサーについては、まあ、3D の、まあ、スキャナーとかにね使う人はですねあった方がいいですけども、まあ、多くないゆる系の一般用途ではねあまり登場する機会がないのがライダーセンサーかもしれません。はい、そして画面のリフレッシュレート、プロモーションテクノロジー、左側の iPad Pro の方がまあ滑らかなのはまあね比べるとそうなんですね。でリフレッシュレートは Apple Pencil でも差が出るんでね、まあ、例えば描画を中心にやりたいって方にとってはですね、まあ早い動きのペン先なんかにはね、追随するのが、まあ、プロモーションの 120Hz のが早いんですね。でこれは iPad Air の第5世代ですけど 60Hz プロモーションなし、まあ、これだと大体遅延がスローモーションで撮った状態ですけど、まあ、2メモリぐらいありますけど、で iPad Pro 120Hz だとこれがまあ1メモリぐらいに、まあ、大体同じぐらいの速度で動かしているとこういう差が出てくるんですね。まあ、実際ノート通りなんかもですね、まあ、こう書いて慣れちゃうと別にプロモーションじゃなくてもね良かったりしますしね、まあ、比べるとまあ差がなくはないというところですね。まあ、イラストとかね、スケッチなんかについてもまあ似たような傾向はあるでしょうか。で画面サイズについては11インチと 10.9 インチの差がありますが、まあ、これについてはね一回り小さいだけでそんなには気にならない差かもしれません。あとはまあディスプレイの最大輝度、Air の方は500ニット、Pro の方は600ニットまでね出せるんですけど、ただまあ室内で使ってるとねそんなに大きな差はなくて、まあ、この直射日光だとちょっと感じるぐらいでね、写真なんかはねどちらも綺麗に写っていまして、結構ねフィルムを貼ってないと差が出ないのかもしれないね。で暗いシーンなんかでもね iPad mini ではその100の差って感じてたんですけど、今回はねあんまり感じなかったんで、暗いシーンでもちゃんと見れてるような印象を受けましたね。これはねファーストインプレッションと違う点でしょうか。であとはねこのスピーカーについてはね、これ横向きステレオってことで4つ穴がありますけども、まあ、基本的には横向きの状態でステレオなんでね、これ縦にした時も、上と下からステレオで聞こえてきますからね、まあ、そのあたりはまあ縦にするとモノラルっぽく聞こえたりします。iPad Pro は縦でも横でも4スピーカーなんでステレオに聞こえるようになっています。まあ、そこはまあ違いとしてあるでしょうかね。まあ、それで、まあ、iPad Air を中心に使いつつ、たまにね、比べるのに Pro を使ったりしていたんですけどね、まあ、ゆる系のメディアビューアープラスペンシルみたいな用途の場合ですけども、まあ、大体この SNS からね、ウェブブラウジング、そして、まあ、動画の視聴とかね、プラス Apple Pencil だと、まあ、ノート取りみたいなものをね、中心に、まあ、使った場合の話ですけども、
で、まあそういう用途であってもね、例えば Apple Pencil だったら、まあ、グッドノートとかね、ノートでも、まあ、やっぱりリフレッシュレートの良さで反応の良さって実感したりしますしね。あとはスピーカーもやっぱプロってね、4スピーカー本当音いいよなって思うこと多いんですよね。だからなんかそういう意味ではね、そういったものがまあない機種が iPad や第5世代かななんてところで、で、まあ簡単にですね、iPad Pro っていうのはなんか使ってて日々ね、なんかもう感動することがあるんですよね。もうなんかこれ2年近く使ってるけど音いいよなとかね、まあ、あとはスクロール滑らかだよなとかね、まあ、そういったものがまあ感動っていう意味ではね、この iPad mini にしても、まあ、iPad Air にしようとしては近いんですけどね、プロモーションもないしね、なんだけど、まあ、こっちは逆にこのサイズ感の小ささ、コンパクトさっていうのが、まあ、毎回こう持つたびにね感動するような部分があってですね、でまあ、iPad Air はね使い心地が悪いわけじゃないんだけど、まあそういう感動はないのかなってところで、でましてねこの iPad Pro、 これ私のは2020年のなんでね、 A12Z チップという M1 じゃないやつなんですけどね。でこれだとメモリが 6GB なんで、まあちょっとねアプリをずっと使い続けてるとなんとなくね詰まったような感じになって、アプリの再起動をしたりすることあるんですけどね、まあそれがまあ今回のね M1 チップ入った iPad Air ではまあほとんどないっていうね、まあ、そういうのがまあいい点としてはあるんですけど、まあそれ以外のね恩恵っていうのはまあ正直ちょっとね感じにくいという部分はあるとは思います。まあもちろんね、こういったライトルームでのローデータからの書き出しなんかについてはですね、まあとてつもなくね早いんで、まあこういうことやる場合には現行の iPad Pro とねほとんど同じ処理時間でね終わっちゃうんで、すごいんですけどね。ただまあこういうことをやる人はもう最初から iPad Pro を選んだ方がいいような気もいたします。まあ日常使いで言うとね、 M1 の恩恵ってあんまりこう体感できないっていうのがまあ実際のところでしょうかね。まあそういうことをね考えると、 iPad や第5世代って、まあ 64GB か 256GB のストレージしか選べないわけじゃないですか。だからまあ 64GB で収まりそうな人についてはね、まあそれはそれでね結構存在意義としてねあって、まあ私もまあギリギリなんとかいけそうな感じではあるんですけど、ただまあ逆にね、256GB を買う場合にはですね、まあこれ今のお値段で言うと iPad Pro 11インチが 14,000円差ぐらいでね入ってくるんで、まあそれを考えたらまあそっちを買った方が恩恵も多いのかななんて思ったりします。ストレージが 128GB でいいんだったらもうね2000円差で買えちゃうってことでね、まあだから 256GB の AI を選ぶんだったらプロを選んだ方がいいって方もね多そうですよね。まあチップもね M1 で一緒ですし、 512GB 以下だったらメモリも 8GB っていうのも同じなんですね。あるいはもうちょっと価格を抑えたくてプロモーションとか4スピーカーがね味わいたいのであれば、2020年モデルとかだとですね、 256GB とかでも Apple 公式の新古品整備済み製品では8万円台で買えたりするんで、まあこれもまあ選択肢のね一つになっていいと思います。まあそんなんでね、 64GB については、まあ、iPad Pro にもねない設定なんで、まあコンパクトにねお安く使う全画面タイプの iPad って意味ではね、立ち位置としては独自性あってねいいと思うんでね、まあ、この少しねストレージ関係は気を使いながらの運用にはなりますけどね、まあ、これはこれでいいと思います。で逆にね 256GB 欲しい人はですね、まあ、iPad Air にしかないカラーとかね、まあ、そういうのであれば、まあ、急がないんだったらですね、まあ年末の Amazon とかね、あとは年明けの初売り Apple とかもねあるんで、まあそういうののセールを狙うっていうのもねありかなとは思いますよね。であとはね余談ですけどね、話題になってるベコベコって話はなんか私の手元のやつはそんなに正直感じないってことでね、うん、別に剛性はスペースグレーでしっかり保ってるように思いますけども、まあ、iPad Pro とね比べると、まあ、若干こっちの方が柔らかい感じはしますけどね、なんかクレームを言うほどの柔らかさではない気は正直いたします。はい、以上ね1週間使ってみた iPad Air 第5世代の再レビューでございました。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。